泉さん、あれでも一応プロですから。ああ、隔離しておくのが一番だよね。泉さんはどこですか？安心しなさい。暗い部屋で気の毒だが、休んでもらっている。二人とも解放してください。だから交渉になってないよ。交渉っていうのは等価交換が基本でしょ。バカなのかい？バカ。留置所暮らしをしていた元区長さんに言われるとは。機関車リストに入っていたのにバカだね。でも命を落とす可能性は低かった。君ね、なんか勘違いしてるみたいだけど、私は一人でも多くの人を現代に返したいだけなんだよ。お前、ひずみさん。所長。おかげで千春は死んでしまったよ。うるさい、うるさい。こういうケースでは助かるために犠牲者が出ても大言い。